ということで始まりました、もじゃチャンネル。さあ、やってまいりました、慶応大学文学部の講評に行ってみたいと思いますね。はい、そうです。私の出身でございます。ね、スタサプの関先生も同じ慶応大学文学部英米文学専攻ですからね。それでは行ってみましょう。今年の問題は面白かったですね。読むのが楽しかった。このね、アーキオロジストね、考古学者の人がね、いろんなのを辿っていくわけじゃないですか。最初にね、ビクティムとか書いてあるからね、マーダーケースとかって、何この人、ディテクティブかなんかなのとかって思ってっちゃダメですね。で、一緒の空欄1に入れるのは、このアーキオロジストが明らかな引っ掛けですね。これを選ばせようとしてるわけじゃないですか。でも、ちゃんと直後にね、for better なんとか than I って書いてて、その後ろにすぐに snow って書いてるんですよ。snow had begun to fall, dense fog blanketed the past っていう風に書いてあるので、そうです。これからね、meteorologist っていうのを選ばないといけないわけですよ。気象学者ですよね。そして、下線部2っていうのが説明問題ですね。If I continued, I was at some risk of making この、ね、この人の final resting place my own っていうので、よくあるパターンですね。この、まず、continued 何を続けるのかを入れなきゃいけないわけですね。説明問題ですから、私が続けていたらって一体何を続けるのかっていうね。だから登山だっていう風に分かんないといけない。あ、このちなみに前に出てこれね、my tennis shoes って書いてあって、なんでこれテニスの靴履いてんだろうって思うかもしれないけど、テニスシューズってスニーカーのことです。今でも覚えてますからね、アメリカでね、アメリカで、で、スニーカーで入っちゃいけないところへ、No tennis shoes ってね、バンサーっていうね、この門番とは言わないか、なんて言うんだろう、日本だと、にね、怒られたんですよね、知り合いが。で、そこ入れなかったっていうのでね、今でも覚えてます。で、I was at some risk of、まあこれはわかるじゃないですか、at some risk で、そうです、メイクの語文形ですね。making 誰々さんの resting place が my own resting place になるっていうね。だこの省略部分を補わなきゃいけないわけですよ。だ形容の文っていうのは辞書引けちゃいますからね。その分辞書引いても省略なんて載ってるわけないわけで、ちゃんとそれを見抜かなきゃいけない。構文見抜けなきゃいけないわけですよ。だから死んじゃってたかもしれないっていうことですね。最後の休息する場所ってことは、それ死を意味してますから、だから自分も死んじゃってたかもしれないっていう、そういうことです。それを説明してやんなきゃいけない。いいですね。さすが、慶応文学部、こういう問題、好きですね。続いて、空所3に入るのはどれですか？これは別に文脈とかじゃなくてもいけるでしょう。by our modern perspective ですね。私たちの視点でっていうのは全然いけると思いますね。まあ、イリュージョンとかね、もちろんヒントはあるんですけど、それがなくてもいけるんじゃないって思いましたね。4番が40字以内の日本語で this one の内容を具体的に示しつつ、下線部4の内容を説明しなさいっていう形で。はい。で、これも、普段授業でよく言うんですけど、this の場合は直前にいることが多いから楽ですよとね。そう、離れてないことが多いから、って言ってるんです。で、まあ、戦死時、戦死時代って背景知識講座でちょっと話したよね。戦死時代のところではこう思ってたわけじゃないですか。The people who lived before the dawn of history、ね、字がある前が戦死ですね。で、その時にいた人たちっていうのが、illiterate savages っていうね、そういう考え方です。morons brutes とかね、ひどい言い方してますけど、そういうことです。だから、戦死時代の人たちがね、全然ダメだっていうね、そういう考え方っていうのは違うんだよって言ってるわけですよ。そうですよ。ね。まあ、ここに書いてありましたけど、いろいろな発明っていうのは、元をたどっていけばね、その戦死時代の人たちに行き着くわけじゃないですか。彼らの発明があって、いろいろな発明っていうのが今できるわけですからね。その彼らが賢くなかったなんてことはね、一切言えないわけですよ。で、こっから和訳ですね。5、6になったボン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 と3つの和訳が登場します。最初が、There's no evidence geniuses were any less common in ancient history than today っていうやつですね。And at least some evidence that they were more so ですね。これ狙われるポイントが2つ入ってますよね。まあもちろんエビデンスの同格っていうのは見抜けたと思うんですけど、この geniuses were any less common ですから、否定語の中に any 入ってますから、だから no less common ですね。コモンじゃない、一般的じゃないなんてことないよってことですね。減らないですね。だから一般的だったんだよ。昔も天才いたんだよ、今と同じようにねっていうね、はい、出ました。クジラ構文のやつですね、これね。で、二つ目のところの more so ってね、これ出てきますね。難関大学。だからこっちの方は more common になるわけですよ。more common in ancient history than today ですね。だから今よりも多かったっていう証拠があるよってことですね。天才が今より少なかった昔の方が、なんていう証拠はない。
ってことなんですね。裏を返せば今と同じぐらいいたんだっていうことです。で、少なくとも昔の方が今より多かったんだっていうね、そういう証拠はありますよって言ってるわけですよ。まあ、これはできてほしいかな。この more so のやつってね、出ることあるんで、まあ、出会っててほしかったかなって思いますね。次が、Until now, little has been written about these ancient individuals, partly because there was so little to say. これしょっちゅう言いますね。partly because。これは出るからって言ったやつです。で、in part になってる時は特に気をつけなきゃいけない。in part due to とか、due in part to とかってね、この形で出てくると、非常に厄介だって言ってるやつですね。だまあこれがまあメインのポイントになってくるわけですけど、過去のね、その古代の人々個人個人のね、ことなんていうのに書かれてるものっていうのがほとんどないんだよってことですよね。で、それはまあ個人に関してね、言えることっていうのがほとんどなかったからだよって言ってるわけですね。で、次、ね、The number of discoveries has exploded to the degree that 出ました to the degree that ですね。Authors invariably include a plea for forgiveness for the inevitable revelation that will occur inThe waiting period between writing and publishing. いい問題。この問題は差がつくでしょう。めっちゃむずいと思うよ。これこそそれぞれの単語が分かってる、構文が分かってても解けない問題です。この文脈で一体何を表してるのかっていうのが分かんなきゃいけないわけですよ。そう、つまりはですね、この、まあ僕も本書く人間ですから、本書いてからそれが出版されるまでってこう時間がありますよね。その期間にもう発見っていうのがいっぱいあるから、新たなことが出てきちゃうよ。ってことです。なんで inevitable ですかね、避けられないですね、新たなものが出てきちゃうから、だから許しを請うものですね、 please ですねっていうのを invariably、 これ授業でやりましたね、 very 変わるですね、変わらない、だからいつもだよって言ってるやつです。だから著者たちは入れなきゃいけない、させん、この発見について私書いてるんですけど、これがもう出てる頃にはもしかしたらもう全然別のね、もっとすごい発見出てるかもしれないんですけどね、だから許してね、そういうのを書かなきゃいけなかった本にってことです。だそれぐらいたくさんたくさん新たな発見っていうのがなされてたんだよっていうことです。いや、これはね、ほんとね、面白かった、まあ、まさに慶応文学部って感じ。次が、女性患者の診断記録の最後に記された言葉を筆者が下線部8のように捉えたのはなぜか、筆者の議論を整理しつつその理由を200字以上120字以内の日本語で説明しなさい。まあつまりこの女性に関して、古代のね、人字なんかない時代ですけど、お医者さんがね、その癌の記録っていうのを書いてたわけですよ。これこそさっき言った個人に焦点が当たってるっていうですね、ここですね。だから全体のいろんな様々な人たちとか、ここでこういうすごいことが起こったとかじゃなくて、一人の人にこう焦点が当たってるっていう歴史なんで、だからおお感動ってなるわけなんですよ。メイントピックが分かっていればよかったんですよね。まあそのメイントピックはしかも下線部役になってるんで、気づけた人も多いんじゃないかなと思うんですけど、どうでしたかね、できました？やっぱ説明問題ね、ほんと国立系ですよ。できなきゃいけないっていうね。まあ今言ったポイントをきちんと入れてやるかっていうのが大事になります。次は和文英訳ですね。まあ英釈文と言われるやつですね。必ずポイントに、ね、当たるやつがあるんですよ。国際化の時代に生きる私たちは英語の流暢さと国際的な視野の広がりを誤って同一しがちである。これさ、国際化の時代とか、ね、英語が流暢に喋れることと国際人であるってことを勘違いするって、これ河合の教材入ってるよね。だからこれ早慶大英語だっけ、いやこれだからやってた人はうわーってなってたんじゃないかなって思いましたけどね。すごい似てるのが出たなって思いましたけど。で、そうですね。In this global age っていうのは簡単だと思います。まあ、河合塾の模範解答にもありますけど、それが分かりやすい。で、その河合の教材だったら確かそうそう。In this era of globalization っていうのが載ってたと思いますね。We tend to しがちであるで。まあ、これしがちであるって前にも出てますよね。で、mistakenly のあの部分はね、出てますよね。あの5ページの第 2段落目に、to equate tools and technology mistakenly with intelligence っていう風にね。トゥールとテクノロジーをインテリジェンスとね、混同し、ね、同等なものにしちゃうよっていうのがあるんで、そこをまあ使ってやれば。まあ、mistakenly equate fluency in English ですね。で、with a broad international perspective ね、これ、いろんな予備校の答え並べてね、ネイティブに見せたときに、ああ、この表現が一番いいんじゃないって言ってました。broad international perspective とか、これがいいと思うよって言ってたんで。おめでとうございます、この模範解答を作った先生。はい、ということでしたね。まあ、今回はすごくいい問題だったなぁと思いますね。差のつく問題でしたよね。まあ本当国立系の問題なんですけど、出て、おぉいいなと思いました。だからすごい難しすぎるっていう本文でもなかったですし、
いやこれ簡単すぎちゃうんじゃないっていうのでもなかったので、きちんと差のつくような問題になってたと思いますね。まあ記述なんでね、大変だと思いますが、とにかく辞書を引いてもわからないように作ってきますので、どこにそのヒントがあるのかとかですね、そういったことを意識しながら解くのが大事ですね。そして言いつめですが、代名詞、指示詞が指しているものとか省略っていうのはね、これは辞書では対応できないものですから、そこのね、力が大事になってきます。文脈がわかる読解力っていうのが大事になりますね。で、もちろん構文っていうのはもう当たり前ですからね。今回もまあいろんな有名構文出てましたけど、構文ができるっていうのは大事になりますんで、はい、ぜひこういったことを意識して頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.